はいどうもピョーキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、マリトッツォスパゲッティファクトリーということで、マリトッツォのスパゲッティを作る工場ということでしょうか。どっちなんだ。スパゲッティの中にマリトッツォが入ってんのかな。そしてみんなマリトッツォって食べたことある？僕食べたことないんだよね。それじゃあ今日はここで工場見学をして、終わった暁にはマリトッツォを食べてみたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.04%。 今日は僕工場見学者だからね、丁重に扱いなさいよ。このリンクか。開幕放題。なるほどね、突起物は危ないから触るなっていうことね。じゃあこの資格は。いや違うんだって。まあボンミスはいつものことでということで、次こそ資格の枠叩きたいと思います。右下の P スイッチはダメだもんね、踏んだら閉じこまっちゃうもんね。これツタなんじゃないの、パックン。このタイミングで上、うますぎ。それじゃあ上に進んでいきましょう。うわリンクか、そして右下の10コインか。10コインを信用したいと思います。突起物はダメ、このブラック企業が。なるほどね、給料もやらないから働けと、そういうブラック企業だったんだねこの会社は。それじゃあ次はこの下で爆弾を投げるんじゃないのかな。右下土管のところブロックがあるから、あのブロックを壊さなきゃいけないと思うんだよね。なんでここで爆弾を投げて。これどうしても下人間やんか。じゃあ左の方から被弾して進めっていうことだったんだろうね。たださ、この下行ったところでブロック壊れてくれんのかな。僕のメンタルが壊れたね。あ、このガリガリの上になんかあるよ。あれ音符ブロックじゃないのかな。あの音符を叩けば。なるほど、ボム兵が出てきて先に進めるっていうことね。早く爆発せんか。次はしっかりとボム兵が爆発するのを待って、あのブロックの場所に行こう。今日のボム兵なんかおかしい、3秒ぐらい爆発するの遅いかもしんない。そんじゃあここは一旦ボム兵を踏んで、これはこの近くの枠なんもないのか。じゃあ一旦リンクを取って、閉じこまってしまったけど、もうここは右に行くしかないのか。頼む、こっちに当てて。右下か、左の土管怪しくない？こっちの土管がなんか出てくるかもしれない。立てて伏せておこう。バカめ。あっ挟まれちゃった。右のリンク取って閉じ込められるってことは、左が正解だと思うんだよな。50コイン信用したいと思います。今日は合ってた。50は信用していいよ、10はダメだよ。10はもう絶対に10コインは信用しない、50だけ信用していきたいと思います。このメットは蹴る、それで合ってると思うんだよな。でも今回の工場見学マジで命がけだね。じゃあこのメットをかぶってって右下に落ちると、そういう感じだと思うんですよね。そんでこの土管はどうする、入る、あ入れない感じか。絶対ここ上罠。そうだろ、なんでこの音符に乗らないでジャンプして、いや取れないのか。ジャンプしてみる、あいけたよ、普通にいけたね。この左は怪しい、いや合ってる、今日めっちゃ冴えてるよ、ナイス。そしてチョロプーの裏に中間ポイントが見えるんだよな。すいません皆さん、この中間ポイント取らせていただきます。それはうますぎでしょ。そういえばさ、学生さんの皆さんって社会科見学とか工場見学みたいな感じのすると思うんですけど、僕もねめっちゃ行きたい工場見学があって、シャトレーゼの工場見学なんだけど、行ったらさアイス食べ放題らしいよ。それじゃあこのドクロリフト使用する、頼む、何もしないよ僕は、動かさない。それじゃあこのドクロリフトに乗って自分で降りれっていうことだったのか。そんでこの下でやってんのか、こっちでいい、今度イモムシ野郎が。はい、それじゃあ分かりました、ここはすぐ下に行って土管に入ると、そういうことだと思うんですよ。あの赤の土管はきっと入れないね。ここで中間ポイント、魚、この土管から出たらこの近くの枠、ここで大丈夫、それで中間ポイント、ナイス。この10コイン信用していいのか今度は。なあさっきまではダメだったけど。こうならとことんやってやるよ、10コイン。いつまでもつきまとうからな、僕。常に10コイン取っていくからね。覚悟しといて。バレバレ。エンジェルフィッシュ。
なんかエンジェルフィッシュっていう魚いなかったっけ？なんかのゲームかな？それじゃあここはカロンの甲羅を吐くと思いきや右下に蹴る、これが正解だと思うんですよ。本当に合ってた。今日まあまあ冴えてる方なんじゃないかな。それじゃあここはこのまま上に行って、右に行くか左に行くかだよね。一旦このアテナは何もないか、オンオフをして左に行く、これが合ってんじゃない？このまま左に行く。うわマジで今日冴えてる、冴えキングだね。さあ進んでいきましょう。バネにも当たりませんでした。あー怖っいや今のはないでしょ、あんな出方初めて見たよ。ただ僕気になってることがあるんだよな、この右何なんだろうって思って入れんのや。それじゃあこの土管に入ったらすぐ右に行けっていうことだったよね。砲台が襲ってくるから。なんでこの場所におったら大丈夫そうでしょ。何今の砲台の出勤めっちゃ早いじゃねえか。ここは隠しブロックがない感じだね。ただ上のピンクコイン取らなくちゃいけないと思うんだよな。あのピンクコイン取らないとさ先に進めないみたいな、そういうのあるんじゃないかな。まあ一旦このまま先に進んでってみよっか。あのブラパを出してなかったらピンクコイン取れてたと思うんだけどね。この下はスタート地点じゃないの？いやスタート地点だけど多分こっちで合ってると思うんだよね。で次に10個以上入れるみたいな、そうなんじゃないの？やっぱりそういうことか。今日マジで最近月。それじゃあ中華パッやめてそれじゃああのピンコインを取ってさっきの中間ポイントの場所まで行ってみるね。はい、それじゃあ中間ポイントの場所まで来ました。何もしなかったらいいのかな。あ、なるほどね、タイミングよく右に行って中間ポイント取れっていう感じね。それじゃあここはタイミングよく上に上がった時にこのタイミング、よっしゃ来た。これさピンコイン取ってったらやっぱダメみたいな。いやお前は取れないんだって。次こそあの無機物かわしたいと思います。この場所でいいでしょう。そして左も取った瞬間、いやこの場所で一旦剣で伏せておこうコインなのね。じゃあブロックで壊した先に何があんだろうね。ここ剣で叩いてみる。隠しブロックはない感じか。じゃあ爆弾でなんか壊れるみたいな、やっぱ何もないよね。なんで一旦このまま上に行ってこの土管に入ってみます。さあ進んでいきましょう。次は何が待ち受けてるんでしょうか。左はのこの子、右はクリボ。なるほどね、ここは考える時間をくれないってことね。じゃあ右のクリボーの方行ってみようか。いやどっちでもよかったんじゃないここ結局ね。さあこの上は何があるんでしょうか。このオンオフを叩くしかない。そして右のドアに入っていいのかな。はにゃースーパーローリングさんだった。それじゃあここオンオフした瞬間すぐ右のドアに入るっていう感じだね。今日のさゴール急に現れそうな気がしない？いや石原氏は現れなくていいんだって。なんかねガリガリの中に隠されてるとかどっか別の場所に隠されてるとかそんな感じなんじゃないかな。これ左上こっちが正解だよきっと。見ててみんな成功させるから。さあ来ました、ここでオンオフをして右の今日は随分と遅い出勤だな。この工場の社長だな。見てろよこんなブラック工場、今すぐ攻略してその社長の座を奪ってみせるからな。それじゃあここはオンオフをしてすぐに右に入って社長を出勤させない、これで合ってると思うんですよ。え、土下座の甲羅をかぶってこいってこと？うん、まあいいやこの左上にトゲソウが動いてたよね。このトゲソウ取れんのかな取れるんだね。これブロックがあってもトゲソウを手に入れることができるんだ。それじゃあトゲソウも手に入れたことだし先に進んでいきましょう。次はどんな感じの、これオープンブロック隠されてんじゃないのかな。うわやっぱりね、絶対あのオープンブロック踏んだらいけないパターンだ。右下音符のマークあるしさ、ここはなんだ。いやまだ僕は希望を捨ててないよ。この下、あこの場所はさオープンブロックを踏むで絶対合ってるよ。まだこの先進めそうだったもん。でこの先はピンコインが問題なんだよな、絶対取れないよね。
あ、絶対取れないと思う。あのちくわブロックで降りてったらさ、間に合わんもんね。じゃあここはドアに入りたいと思います。あのフラワーは信用しない方がいい。絶対違う、このパターンは違うやつだ。そうだろ、死にたい級っぽいな。面白そうな死にたい級じゃねえか。じゃあこのまま、はい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 。むすっけ、これはなかなか面白い新耐久だね。それじゃあ集中していきたいと思います。みんな見てて、こんなバネ野郎すぐに倒してみせるから。ほいほい、うますぎ。よっしゃ。さあこれでやられれるのか、それともクリアーなのか、どうなんでしょうか。この下に落ちれば何がある。口裂け植物。それじゃあここはフラワーの場所でよかったのかな。え、ブブ？いや、あのドアも違ったよね。え、こっちじゃないの？え、どうすればいいんだろう。あ、なんかオンオフがあったよ、あのガリガリの中に。あ、間違えた。まあまあ、これで謎が解けたね。このオンオフをしてドスを下にやって上に行けと、そういうことだと思うんですよ。多分フラワー取らないでいいんじゃないのかな。一旦フラワー出して、やっぱりそういうことね。それじゃあ進んでいきましょう。ここは右上、やっぱりそうだったのね。絶対そうだろうと思った。クソ、こっちはなんだ、なんで入れないの。時間戻しか、ここで時間戻しが出んのか。もうなんだ、いや、頼む、ボメ壊して。なんで曲がんのよ。頼む、ここは時間戻しがなきゃやめて。嫌だ、時間戻し、どうなった。頼む、それだけはないでね。ナイスすぎる、おねー。それじゃあ皆さん、ゴールしたいと思います。今日のコースもなかなか長かったな。さあここでボム兵が降ってきて、ゴール、やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ急げというこのコース、サムネを見てわかる通りですね、3つのキノコから逃げてゴールを目指していくっていうコースだと思うんですよね。たださ、ゴールめっちゃ近いじゃん。クリア率 0.42% ってそんなに難しいのかなって思うんですけどね。ゴール条件もないし。まあまあ皆さん見ててくださいよ、このツタをちゃちゃっと素早く渡ってツタキングになりに行こうかなと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.42%、お遊びなんかいらない、速攻でクリアしてみせるからね。あの毒キノコめっちゃ早いね。いやでも僕思ってることがあって、一旦毒キノコ左に集めるでしょ、でそっから右にジャンプして進めば簡単にゴールできるんじゃないの。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、いや、あんなクリア方法認められないよね。僕はちゃんと左に毒キノコをやらないでゴールしてみせたいと思いますよ。それがこの制作者の思いだと思うんですよ。その気持ちに敬意を払って、あの世へ行きたいと思います。ウキッウキッキッウ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 キッ。これね、やってみると想像の182倍ぐらい難しいね。さあこれでゴール、天国にゴールしたね。お母さん助けて、3匹の毒に襲われちゃう。ピョキング落ち着いて。いやー、お前らか、わしの息子をやったのは。その代わり返してもらうぞ。お前は毒食ってゾンビにでもなってる。え、どうやら私の出番が来たようね。お母さん、私は昔シスターだったのよ。ホーリーナーイト。ゴールした時の上の光もマジでホーリーナイトだったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。